よろしいでしょうか。はい、皆さんおはようございます。前に見えますね、僕の方。はい、というわけで、私たち東京2013始めたいと思います。はい、というわけで、今年お祭りということで、こんな感じでよろしくお願いします。ちょっと拍手の練習をしてみましょうか。東京大学かというわけで、去年もこれ行ったんですけど、去年東大だったんですけど、いいとこですよね。共生館といって3年ぐらい前にできたそうです。はい、昨年も新しい会場で、今年も新しい会場なんですが、去年はですね、会場ちょっと狭くて皆さんにご迷惑をおかけした部分もあったんですが、今年は大丈夫じゃないですかね。このメインホールなんと450人入りますので、余裕があったと思います。よろしくお願いします。アジェンダ時刻でこういう話をちょっと、駆け足ですが、5分か10分かそれぐらいで話します。ちょっと自己紹介させてください。私はの LINE 株式会社というところで、開発3センターというLINE なんとかっていう LINE 本体ではなくて LINE 関連のアプリを作っている部署なんですが、そこの、ところでエバンジェリストというのと技術広報というのをしています。人材支援室というところでは人事系なので、LINE 株式会社の、会社のいいところをどんどん発信していこうというのを担当しております。クシーと申します。クシーと書いて、数字はあと948というわけです。よろしくお願いします。2010年から私と牧さんでですね、FC の運営を担当させていただいてまして、今年で4回目になります。JPA という団体がありまして、ジャパンパールアソシエーションという団体があるんですが、そこでは、FC エージェントの名人局長というのをやらせていただいております。はい、で、初めにですね、今年も数多くのスポンサー企業と個人スポンサーの皆さんにご協力いただいています。ありがとうございます。拍手。今年はですね、去年に引き続き ものすごいたくさん、企業スポンサーついていただいております。本当にありがとうございます。個人スポンサーの皆さんもありがとうございます。もう一度拍手をお願いします。はい、今年はですね、なんと150口以上集まったということで、本当にもう愛されイベントかなと思っています。ありがとうございます。で、今年もですね、いろいろ準備してみました。まずはですね、エコーファームさんが写真ステージということで、これはスカイアップさんにご協力いただきまして、地方から来た方の、旅費を全部持ってあげるよという超太っ腹な企画をやっておりまして、それで来てるよっていう方いますか？お、あ、ちゃんと来てますね、偉い。あ、はい、私は2、3名いらっしゃいますので、はい、ありがとうございます。で、あとはですね、懇親会に無料ということで、今日の夜あるんですが、これの事前申し込み制なんですが、これも全部ご覧になってしまっているんですが、今年は DNA さんに全額お支払いいただいて無料化できております。 DNA さん、ありがとうございます。はい、素晴らしい。ランチセッションということで、こちらもスポンサーついておりまして、スポンサーの方のお話を伺いながら、1200円の美味しいお弁当を食べられるというコーナーです。で、これも事前申し込んで連れてもらっているんですが、こういったことをやっております。で、あとランチ購入企画ということで、受付で今ちょっと後ろで手を挙げている子がいるんですけど、クジを引くと自動的にチームが決まって、多分知り合いとかいないのでどっちだなみたいな人いると思うんですけど、そういう方はぜひくじ引きをして、誰かわかんないけど、とにかく強制的に知事になって、ランチに行ってください。で、抽選でなんかお弁当ももらえて、今の感じだと多分ほぼ当たるんですかね、お弁当。はい、というわけで FC いいところだねっていうのをぜひツイートしてください。あとは僕と交流スペースということで、今年はですね、交流をたくさんしていただきたいということで、イベントホールを、交流用に時間を、設けておりますので、そちらの方に行って、ぜひアンカーファレンスとか、プレゼンしていただいたりとか、そういうことをしていただければなと思いますので、こちらもぜひチェックしてください。あとはですね、パール入学式というイベントをやってらっしゃる福本さん、いらっしゃいますね。はい、いらっしゃるんですが、今回ご協力いただいて、パールまだあんまりよく分かんないよという人も、分かる、
みんなで一緒に学んでいこうというイベントなんですが、それは明日の13時から多目的教室2で開催されますということで、こういった話も予定しております。皆さん今日は何の日かご存知でしょうか。 iPhone5 みたいでじゃないですよね。中秋の名月ということで、昨日夜すごく晴れていて綺麗だったんですけど、今年は満月ということで、もともと旧暦の8月15日の、月のことを言うらしいんですが、中秋の名月の日に満月になるっていうのは今年がたまたまそうで、今年は天気がいいので多分おそらく見れると思うんですが、次に見れるのは8年後ということらしいので、今日は夜ですね、ぜひ見ていってください。で、なんでこれを言ったかというと、受付が終わって登ってきたところに2階階段を登るんですけど、そこにですね、お月見セットを用意してありますので、そこに掛け軸も用意しておりまして、そこの掛け軸にはですね、プログラム言語というか、パールにちなんだ、言葉が書いてある掛け軸が3つ並んでますので、ぜひ見ていってください。薬師の楽しみ方ということで、まずトークを見ていってください。これ皆さん一番メインだと思うんですが、ゲストスピーカー、今年も来ていただいてます、リカルさんとか、マークさんとか、あとは、国内ハンズガイケルさんとか来ていただいております。というわけで、大変濃密なトークが他にもたくさんありますので、ぜひ見ていってください。トークスケジュールですね、オフィシャルサイトで公開してます。あとは、アプリも、iOS 版と Android 版がありますので、それをぜひ利用してください。あとは交流しようということで、先ほど僕のスペース用意しますと言ったんですが、パールハーカーとして今日たくさん来てますので、普段話していたかったこととか、モジュール使ってますとか、そういったことをですね、年に1回しかない、パールのイベントですので、他にも次世代なんですが、これ大きいのは年に一度ですので、普段ちょっと、多くての方も、ちょっと勇気を出して話しかけてみてください。はい、投票しようということで、すごい参考になったなとか、面白かったなとか、そういうものがあったら、ぜひ、トークに投票してください。投票するための URL はですね、ちょうどチケットをお買い上げになった時のアカウントのイメール宛てにメールが来ると思いますので、それを参考に、投票してください。それで何ができるかというと、ベストトーク賞というのが決まります。3位がですね、美術カンファレンスの参加チケット賞。これ、ちょっと、大変が高いのかな指輝っていうやつですかね。わかんないですけど、そういうやつに行けるぐらいの金額が出るらしいです。2位がですね、国内の美術カンファレンスの派遣ということで、これパールに限らず、いろんなイベントに行っていただけます。これ北海道でも、九州でも、どこでも行けるぐらいの費用が出る。で1位がですね、ベストトークは薬師に限らない国外技術カンファレンスで派遣ということで、ちょっと金額の上限はあるんですが、そういったものを今年も用意しておりますので、皆さんぜひ、投票をしていってください。はい、運営からの大事なお知らせということで、まずパンフレットを皆さん受け取れると思うんですが、それをよく読むようにしてください。あと今日は Wi-Fi がありますので、接続情報はアクセスポイント近くの紙とか、ここに貼ってありますので、それを参照してください。でハッシュタグすべて、シャープ薬師エイジャーということになってますので、これでぜひどんどんつぶやいて、ブログもガンガン書いて、いただければなと思います。会場の変更とか、開始時間の変更とか、その他お知らせはすべて、Twitter の薬師エイジャーというアカウントでつぶやいておりますので、こちらご覧ください。あとは困ったことがあったらですね、今日たくさん赤い T シャツ着ている人がたまにいるんですけど、それが運営スタッフですので、こういう人いると思いますので、何か困ったことがあったら、この人に問い合わせしてください。あと、すみません、昨日お伝え忘れてたんですが、スピーカーの方、もうたくさん来ていらっしゃると思うんですが、コーヒーチケットを用意しておりますので、受付まで、お越しいただいて、スピーカーなんですけど、チケットくださいというふうに、一言をお伝えください。不明な点ありましたら、レストラットとアトクシー宛にツイートしてください。英語は、レストラットしか喋れないので、はい、その感じでお願いします。というわけで、よろしいでしょうか。スタートです。よろしくお願いします。